てかあれっすね、大谷翔平結婚したらしいっすね。おお、確か会いたい一般女性だっけ。はい、羨ましいですよね、1000億円稼ぐ男と結婚なんて。ほんとっすよね、ニュース見てマジで羨ましいと思いましたよ。俺は嫌だけど。え、だってそんな稼いでたらパチンコ負けても悔しくないだろ。は、俺一生パチンコで一喜一憂してたいからさ。大塚、ちょっといいかな。あ、はい。よし、ね、座って座って。よしよし、はな、カップ麺の発注を大塚、お前に任したいと思ってる。はい。この担当、アルバイトが任されるのは初めてのことなんだ。お前にしかできないと思ってる。やってくれるな。すいません、大丈夫です。松田くん、ちょっといいかな。おお、はい。実はな、カップ麺の発注を松田、お前に任せたいと思ってる。え、この担当、アルバイトが任されるのは初めてのことなんだ。お前しかいない、お前にしか頼めないんだ。ああ、俺はいいっす。松本くん、ちょっといいかな。おい。実はな、カップ麺の発注を松本、お前に任せたいと思ってる。担当、アルバイトが任せられるのは初めてのことなんだ。お前じゃなきゃ頼めない。そんな名誉なこと僕に任せていただけるんですか。そうだ、やってくれるな。お断りします。やる気ないんかい。だけんだよ。店長、お願いします。どんだけあんだよ。私は発注作業があるので失礼します。きついな。おお、お疲れ様。ちょっと作業が終わんなくてよ。今日は1時間だけ残っててもらって。すいません店長、実は母が体調を崩してしまいまして。おお、そうか。すいません。お大事な。はい。お大事な。心配だな。おお、わざわざ。ちょっと悪いんだけどよ。はい。今作業が終わんなくてよ。はい。今日1時間だけ。残ってもらってできる。ああ、すいません店長、今日は母親が体調崩してしまって。母親が体調。はい。お大事な。お大事な。お大事な。二人揃ったか。ちょっと待って。おお、まさか、はい、ちょっと作業が終わんなくて、今日は1時間だけ残ってもらってできる。ああ、すいません、今日母が体調を…嘘つけ。三人同時に、三人同時に体調崩すってやつがあるか。失礼します。おい、ちょっと待て。待て待て。ちょっと来い。
人ともちょっと来い。お前ら、なんで呼び出されたか分かってるか。もしかして、今日早く上がっていいとかですか。違う。あ、何か差し入れがあったとか。違う。あ、時給上げてもらえるとか。違う。お前らの命をまさに説教だ。すいません。だけど、お前らよ、頑張って社員になろうとか思わねえか。社員ですか。ここの社員さんってそんなに待遇いいんですか。おお、まあお前らをやる気出させるためにもしようかな。朝6時出勤の22時退社、16時間勤務の残業はなしだ。そして年に3回も休みがある。月給は40万で、手取りにしても8万は残る。8万だ。まあお前らもここで頑張れば働けるかもしれねえしな。これを機に仕事頑張ってみたらどうだ。これまでよく頑張りましたね。何も知らされてないんですね。あなたはよく頑張ってる店長。店長、いいっすよ、こんなん僕が持ちますよ。店長、裏で休んでてください。はい、早く戻って休んでください。いやー、火がない。失礼します。おう、どうした。あ、実は穴になってた20日なんですが、よかったら僕入ります。え、マジで。はい。でもなんか大事ななんか用事があるとか言ってなかった。いや、まあいいんです。なんとか調整して店長の力になりたいんです。あ、そこは助かる。店長さん、うん、お疲れ様です。そう、これ仕事ばっかりしてないで食べてください。え、いいんですか。肩も凝ってるわ。やっぱり忙しいんですね、店長さんって。髪も乱れてますよ。お疲れ様。お疲れ。あ、副店長、お疲れ様です。お疲れ。最近なんか店長と会った。ああ、実は店長の給料のこと聞いて少しかわいそうになっちゃって。ああ、店長は人件費の内容を詳しく知らされてないから。ああ、なるほど。店長も知らない方が幸せで。これ、今月の給料。あ、すいません、手渡してよかった。あ、ありがとうございます。手伝ってもらいたいことがあるから来てもらってもいいかな。ああ、わかりました。はい。シュッシュ、これと何が残ってんだ。大塚の給料か。あいつ今月入ってたもんな。100時間か。100時間で時給が1000円か。あいつはだったら、まあ、10万で、そっからなんやかんや引かれて、まあ、2、3万ってことかな。どれどれ、10万円。俺の給料40万からの年夜間に借りて手元8万8万で大塚が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10万円。
8万で大塚が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10万円。え？俺8万でアルバイトの大塚が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10万円。俺社員で、俺社員だよね。で、8万円で大塚のアルバイトで、その話ってのは何でしょうか。アルバイトの給料のことなんだけど。給料ですか。まず時給が1000円だろ。はい。で、100時間働いたら給料が10万円です。だよな。そう、掛け算すれば分かる。それは俺も分かる。問題はそこからなんだよ。そのもらった給料から差し引かれた給料がその自分の給料というか、だよな。おいおいおい、何急に黙っちゃってんだよ。差し引かれた給料が自分の手元に入ってくんだよな。なんで何も言わないのよ。差し引かれた給料が入ってくんだよね。そうだよね。差し引かれてるんだよね。差し引かれてるなあ。差し引かせてもらった。そうだったんですね。本
当に残念だ。俺にとってお前は唯一の希望だったからな。もうな。すいませんでした。これからも働かせてください。オーナーのことで働かせてください。わかった、これからも頼むぞ。はい。でもお前一度辞表出したから来月から減給な。え、6万ぐらいかな。6万。うん、3万でもいいぞ。えな、いくらがいい？いや、希望額言ってみろ。希望は、うん、希望、いや、まあ希望額言ってみろ。希望額40万3万だな。いや、でも、もしもあなたと出会えたこと、家賃も払えないんかなっちゃうんで、ちょっと恋するのなら、じゃあ先生で5万でよ。あと2万プラスでいいです。時の流れに身を任せ。よし、だから公園のベンチだな。